トマス・イ・デューイ、トマス・エドマンド・デューイ、1902年3月24日から1971年3月16日は、アメリカ合衆国の政治家、ニューヨーク州知事、1943年から1955年、1944年及び1948年の共和党大統領候補、20世紀に生まれた最初の大統領候補でもあった、 ミシガン州オッソーで生まれ育ち、父親はここで地方紙を編集していた。リューイは一九二三年にミシガン大学を卒業し、一九二五年にニューヨークのコロンビア大学のロースクールから法学位を受け取った。一九三十年代にリューイはニューヨーク市の検察官を務める。一九三十五年にニューヨーク州知事から特別検察官に任命され。 任務の組織犯罪撲滅に乗り出す。捜査は大きな成果を上げ、1936年にはデューイが公共の敵ナンバー1と呼んでいたラッキー・ルチアーの裁判の有罪宣告を支援した。1937年にデューイはニューヨーク軍マンハッタン島の地方検事に選出された。1939年にはアメリカナチストのフリッツ・クーンを横領罪で起訴した。 このことにより、アメリカナチス党の組織は事実上崩壊した。ギャングの一人、ダッチ・シュルツは、デューイの暗殺を企てた結果殺されたと報道された。この頃、一役名を挙げたことで、デューイは政界に進出しようと野心が芽生えたと言われている。検事としての実績で人気が高まったため、1938年、デューイはニューヨーク州知事選挙に出馬する。しかし、 この時は落選に終わった。1942年に再び立候補し、当選、1946年には自滑り的対象を収め再選された。知事としてのデュイは予算の見直しと減税を行い財政赤字を大幅に削減する一方で州の教育予算を2倍に増額し、就職員の給与を引き上げた。加えて雇用における 人種差別を禁ずる州法を全米で初めて制定した。また、リューイはニューヨーク州立大学の創設者でもあった。知事として、リューイは清廉潔白で有能であると評価され、検事時代から高かったリューイの名声は人気中にさらに高まった。未だ検事であったが、1940年の大統領選における共和党の指名争いでリューイは、 アーサー・アバンデンバーグ、ロバート・タフトと並んで有力候補であった。しかし、ダークホースであったウェンデル・ウィルキーがこの年の候補に指名された。すでに検事としての名声は高かったものの、政治的キャリアがなく、その政策が明白でなかったデューイは、1940年の指名争い及びニューヨーク州知事としての任期中に、共和党内の国際主義派、恩恵派としての地位を確立した。 それまでは、バンデンバーグ、タフト両候補と同じく孤立主義的傾向を持つと考えられていたほどであった。1944年の大統領選挙では、共和党の指名争いで、ウィルキーを下して、指名を獲得するが、現職大統領のフランクリン・ルーズベルトの前に、敗れた。だが、ルーイは、効果的な選挙キャンペーンを繰り広げ、1932年の、 ハーバート・フーバー以降の共和党の大統領、候補者としては最多の票を得る前線を見せた。1948年の大統領選挙では、知事としての実績と前回選挙での前線が評価され、前回敗れたにもかかわらず異例の再指名を獲得した。この年、公民権問題をめぐって、南部民主党がトルーマン大統領から離反し、ヘンリー・ウォレスら党内の左派も、 政権の対処政策を不満として進歩党を結成、民主党は三分裂した。そのため、大統領選は共和党候補のデューイに有利とされ、共和党の二十年ぶりの政権奪還が達成されると見られていた。事実、各種世論調査でも、デューイの支持率がトルーマンのそれを上回っていた。しかし、有利の情報から来る、デューイ陣営の慢心と、 選挙戦終盤のトルーマンの勢力的な選挙運動やタフト上院議員ら党内の中に支部派、旧保守派が多数を握る議会共和党への国民の不満がデューイの敗北という結果をもたらした。デューイは議会共和党のメンバーほど保守的ではなかったがトルーマンはデューイと議会共和党を巧妙に結びつけて論じ、世論を誘導した。ちなみにシカゴトリビューン氏は デューイの勝利という見出しを掲げた。このことは世紀の第五法として現在も記憶されている。デューイは1952年の大統領選でも候補の一人であったが、この年の指名争いの最有力候補はロバート・タフトであった。党内の東部派、国際主義派に属するデューイは、党内の中西部派の代表格で孤立主義的傾向を持つタフトの指名の阻止を目指した。 そのためデューイはヘンリー・カボットロジ・ジュニア上院議員と共に国民的人気の高いドワイト・ディ・アイゼンハワー元帥を擁立した。デューイの目論み通り、アイゼンハワーはタフトを破り指名を獲得した。副大統領候補にリチャード・ニクソン上院議員が指名されたのもデューイの影響力が働いた結果だと一説には言われている。アイゼンハワーは 民主党のアドレースティーブンソン候補を破り、共和党に二十四年ぶりの政権をもたらした。九百五十五年に政界を引退し、法律家となった。ドナルド・ダックのおいのうち、デューイ・ダックは、デューイの名にちなんで命名された。九百六十四年に、ニューヨーク州上下両院は、デューイを称えて、高速道路の一つに、デューイの名前を冠する決議を行った。これは、 イタリア系の議員の反対にあったが、最終的に可決された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。